ラーテは第二次世界大戦中にドイツで設計、計画された超巨大戦車、ランドクロイザー P 戦すら構想されていた。重量50トン程度の重戦車ですら、その自重のために橋が渡れないことを想定して、シュノーケル装備による潜水とかを考慮している。50トンをはるかに超える車重を持つ本社の場合、軟弱地盤にはまって行動不能になることや、機械故障や、 戦闘損傷で走行不能になった際の回収作業が困難になることは明白であり、千トン千五百トン級の長距離大戦車が完成したとしても、道路や橋がその重量を支えられるはずもなく、故障、損傷時の対処は事実上不可能になっただろうと推察される。ティ a r i 1 0戦車の実戦での運用結果から蒸気のような問題が現実の事項として認識されるようになり、 軍事大臣、アルベルト・シュペイヤにより1944年には、ラッテは P1500 と共に計画中止とされ、構想のみに終わった。計画地英語のラットにあたり、主に実験動物として飼育されるドーブネズミの飼育編集を指す。このように、ドイツ軍は超重戦車をネズミに例え、小型の無人無戦争重戦車に、聖書神話の巨人のゴリアテの名を与えていた。 これは、実際とは逆のイメージを与える単語を選ぶことにより、実際の存在を秘匿することが目的であったと、される中法を省いたのは、重量軽減の意図があったためと言われている。ありがとうございます。